はい、どうも、こんにちは。今回も殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回は、アーサーとハリーが対峙して、アーサーが、俺が選んだ選択肢なんだけど、父さんの意思を引き継いで、仇を討たないと。いくら父さんを殺したハリーであっても、仇として殺すのはダメだと。それ父さんの意思に反すると。そういうことで、アーサーはハリーを、捕獲して、警察に明け渡したと。受け渡した。その後だよね。その後。シャーロット、もう平気だ。ありがとう。泣くの大丈夫？だいぶ早かったな。立ち直ったいい、な。私の方こそ。悲しいのはみんな一緒ですから。エドガーも亡くなって、ハリーも捕まって、シャーロットまた喉を震わせて、うつむいた。ガンガン更新されるな、急に。シャーロット、あ、こ僕はグリーン・メイソンと戦れがう。最終章かな、次が、グリーン・メイソ父ン編。さんが捕まえようとした奴らに引導を渡してやるんだ。確かに。確認させてください。それは警部の仇を取るという意味ですどか？んだけ敵言わせんだよ。仇を取るんじゃない、はあ意志を継ぐんだ。はあ父さんが果たせなかったことを僕が果たす。敵を取るのは反対は意思を継ぐなんだあな。なたのことです。止めたって無駄なのは分かっています。じゃ聞くなよ、本お来であれば警察官ではない人間に捜査を任せることはできないのですが、まあね、これは父さんからの依頼でもある。言ってたね、確かに。秘密結社グリーン・メイソンの捜査に協力する。それが僕の探偵としての仕事だ。言ってやれ。そう、すでに依頼されていましたか。病室で聞きました。いずれ私からもお願いしようと考えていました。そうすればあなたも捜査に参加できるでしょう。一緒に警部の意思を果たしましょう。はい、シャーロット、ありがとありがとう。いいえ、お礼を言うのは私の方です。本来ならハリーの逮捕は私たちの役目でした。あなたには無理をさせてしまいましたね。改めまして、アーサー・ヒューイット、グリーン・メイソンの捜査に協力を依頼します。受けていただけますね？ ここで選択肢出ないかな。受けないみたいな。もちろん、受けない。これからよろしく頼むよ、シャーロット。やっぱりやめるよ、シャーロットって言ってくれるかもしれないからな。章変わるかな、多分。章変わるね、これ。サブストーリー来たら章変わるんだよね。いやー、終わったなー。あれ、この間ってどうなってんだろう？ 知らないわ、録画。始まっちゃった、普通に。はい。おはよう、ソフィー。おはよう。どうかしたのかい？ちょっと眉毛キリってなってんアーね。サーのお父さん、死んじゃったんだよね。アーサーの父、エドガーの訃報は瞬く間にロンドン中駆け巡っていた。高潔で有名なロンドン市警の警部、その突然の死なら死は当然のことながら、ソフィーたちの耳にも届くこととなっていた。そうだよ。警察官は、やっぱり危険な仕事だからね。こうなることも覚悟してたんだと思う。アーサーは危ないことはしないよね。結構しちゃってんだよね、それが。僕はちょっとだけ無茶をするかもしれないけど、心配ないよ。僕は死なない。僕は死にましぇんじゃん。僕は死にましぇんじゃん、お前。やる本当？ね。絶対だよ。絶対死んじゃ嫌だからね。ああ、絶対だ。約束するよ。まあ、フラグやめてほしいけどな。選択肢によっては死にそう。お前、選択肢によっては死にそうだ今日だったかな。君の父上のお葬式は。な。行かないはと。い。この診察が終わったら、僕も向かう予定です。じゃあ、あれか、ロンドン市警一同が来るのか、市警並びに本部。今日くらい家族のことを優先していいんだよ。定期検診ならまた都合のいい日に変更すればいい。
でもあれなんじゃない、アーサーはさ、ジャックのことをあんまりこう意味嫌う存在として見なくなってきてんじゃないの、だんだん。はい、ですが僕はこれから大仕事をしないといけません。そんなすぐグリーンメイスン行けるかお前。だから体調を万全にしておく必要があります、うん、ウォルダー先生、どこかまずいことがあれば遠慮なくおっしゃってください。わかった。見た限り肉体的には問題なさそうだが、気になるとすればやはり精神状態だな。でも今や相棒なんすよ先生。それは大丈夫ですってなるよね、アーサーもね。大丈夫なはずだ、うん、父さんができなかったことを果たす。そっちか、そっちか、ごめん倒すんだ精神状態そっちか。そっか、お父さん亡くなったから精神状態不安定ってことね。そうか、そこまで決意が固いのなら何も言うことはないな。ただくれぐれも注意してくれ。君が死んでしまっては悲しむ者もいるのだからね。ちょっと待って、待って、ちょっと今ピピピッと来ちゃったんだけど、ちょっと待ってよ。あ、アーサー 100% だ。え、お前 100% いったの？お前 100% いっちゃ大丈夫。あ、ローリーもでも 60% だな。ハリー 66？ でもこれ多分あれなんだよね、その俺が選んでない選択肢でまた多分増えたりとかするかもしんないからな。これさ、ほら、ダリルとかメリルが 50% だからさ、関係ないかもね、これ。あんまシンプルに 100% ならないのかもな。分かっています。ご心配ありがとうございます。はい、では父の葬儀に行ってきます。あ、それかあれだ、サブストーリーの分があるのかな。サブストーリーで、いや俺やったことないからさ、サブストーリーでちょっとこうキャラ情報が更新されるとかあんのかもな。あ、それ怪しいな、それっぽいな。お、ジャッジメント、絶対最終章やん、絶対最終章じゃん探偵の決意はもう最終章でしょう、これは。ラジオで始めてよ、ちょっと。おはようございますって言わないと。アーサーがロンドン市警を訪れたのはエドガーの葬儀から数日後のことだった。どうぞ、これが最新の捜査資料です。なたじょ、そうか、それがあるからもう結構大玉狙えるのか。シャーロットに手渡されたのは警察の捜査資料であった。書類には氏名がずらりと並んでいる。それらは死刑が摘発に踏み込んだ犯罪組織の構成員から得た他の犯罪組織の者の氏名だった。いいのかい、うん、てっきり関係者以外に内部情報は渡せないと断られるかと思ってたけど。いえ、アーサーはもう関係者です。あなたは重要参考人ですし、うん、今は協力者ですからね。できるだけ情報はお渡しします。エドワーの死に際に託された願い、グリーンメイスの犯罪行為を白日のもとにさらし、秘密結社の構成員と彼らに関与する者たちを逮捕すること、それがアーサーへの依頼だった。ありがとう、僕もできる限り捜査に協力するよ、うん、父さんの志を消すわけにはいかない。そうだよ、ね、また一緒に捜査ができますね、シャーロット。不意にシャーロットは微笑む。しかし初対面の際のやり取りを思い出したアーサーは思わず苦笑いを返していた。そうだよね疑われたもんね。いつかは僕を殺人犯だと勘違いして追いかけていたくせに。まあお前は殺人犯なんだけどな、静かにしろジャック。その説は本当に申し訳ありませんジャックが出ると思ったのに冗談だよ。だけど僕と関わってからいいことがあったかな。それはもちろんいいことばかりではないですよ、うん、悲しいことも嫌なこともたくさんありました。ですがあなただって同じはずです。それでもあなたは前を向いている、はい、考えて行動し世界をより良くしようとしています。はい、その姿勢にすごく考えさせられます。はい、シャーロット、ほう、不敬にしては殊勝な考え方だな、うん、てっきり一緒にロンドンの平和を守りましょう
なんてバカみてえなこと言うかと思ったが。そう思ってるよ多分。ロンドンの平和を守る。ね。案外それも悪くない気がしているよ。おいおいアーサー、お前。平和を守ることはつまり犯罪の抑止だ。身の回りの誰かが犯罪に遭う可能性を下げられる。僕だって何か協力はできるはずだ。警察にだけ任せておくのは不安だからね。ふん、府警に毒されやがったな、このアマちゃん野郎が。本当だよな、ふざけんなよお前。引き締めていけよお前。何とでも言え。アーサー。はい。あなたはよくそうやって何かを考えてますね。ギク。ああ、別にこれは癖なんだ。変な癖。いい癖ですね。私は動いてから反省と後悔ばかりです。なぜこうなったのか、どうすればもっと良くなったのか、あなたはまず考えてそして動きます。それもどうかと思うけどな。周りの意見を取り入れてまた考えて。まあまあ考えてるように見えるだけだけどね。そうやって最善の方法を探してそれを選択する、うん、自分の考えだけで動く私とは全然違います。まあでもそれ成功も失敗もあるから、考えて時間使っちゃった結果失敗することもあるし、逆に自分の考えだけで動いた結果成功することもあるからさ、まあそれはもう一概にどっちがいいとは言えないよ。買いかぶりすぎだよ、うん、僕一人では解決できないから周りの力を借りるんだ。だからよく見えるだけで僕の力じゃない。まあほぼジャックだな。95% ぐらいジャックのおかげだよ。アーサーはシャーロットに気づかれない程度に視界の端に映る男へと目線を走らせる。なんだよ。さあ推理してみなよ、ご自慢の頭脳でね。はっ、不敬といいお前といい珍しいこともあるもんだ。ちょっと明日の天気は晴れか。なんかな、まあ、悪くない心構えだぜ。ジャックがいいやつだよな。なんかジャックのキャラが良くなってきたよな本当に。困ったらいつでも言えよ、俺様の力で事件を解決してやるぜ。ズバッと簡単にな。考えとくよ。ジャックのキャラが立ってきたな。まず考えて動く。そうですね。多分お前がそれやったら考えすぎて時間かかると思うけどね。今回は私にあなたの力を貸してください、うん、大変なことをお願いするかと思いますが、これからよろしくお願いいたします。望むところだ。100万のお悔やみの言葉よりグリーンメイスを壊滅させることの方が父さんの供養になるだろうからね。んで志はいいんだけどよ、お前たちどうやってグリーンメイスに立ち向かうのか算段はついてるのか。確かに。まずは相手のことを調べないとな、うん、正直名前だけが先走りしてて相手の姿については何も分かってない。何やってんの。朝改めて捜査資料を確認していく。記載されている内容こそ多いが、直接グリーンメイスに繋がりそうな手がかりは見当たらなかった。ジャックはグリーンメイスの根城とか何か心当たりはないのか。へっ、怪しげな団体や犯罪組織なんてロンドンには吐いて捨てるほどいるぜ。大体は名前がダサいしな。ふん。グリーンメイスンだかグーテンモルゲンだか知らねえが、悪党が関わってるなら人を当たれ。お、ヒント来たね。ヒントが、組織ってのは人の集まりだ。一人じゃできないことを達成するための集まり。そうだね。だから組織がどれだけ大きくても関係ねえ。やっぱ賢いっすねジャックさんは。人を見つけろ、はい、なるべく頂点に近いやつだ。案外あの不良警官がやってたことは正解かもな。だとしてもハリーのやり方には賛成できない。もう終わったことだからいいって。だろうな。まお前さんのやることは今までと変わらねえよ。そうだね。情報を手に入れて一つずつ確かめていくしかねえ、うん、警察も組織であって一人じゃできないことをやってくれる。人手ってのはあればあるほど役に立つんだが、自由が消えていくんだよな。死刑の活動が上から抑えられてる今では望み薄だな。シャロット、今ロンドン市警はどんな様子だ。上層部からの圧力はもう解かれたのか。いえ、依然
グリーンメイスンに関係すると目される犯罪組織の捜査については一切許可が下りていません。絶対グリーンメイスンと繋がってんじゃん。そうか、なら表立ってロンドン市警が動くことはできないってことか。申し訳ありません。エドガー警部の残した資料を開示して声を上げたのですが誰も動かすことができませんでした。なんかあたかもさ、ロンドン市警全体でさ、ロンドン市警全体とアーサーが協力してさ解決すると思ったけど、そっか、響かなかったのかお前の声じゃあこれシャーロットとアーサーだけでやるんだ今から。君が謝ることじゃないよ、うん、父さんが集めた情報の信憑性が高いとは思いたいけど完全に正しいとは限らない。エドガー、そしてハリーが目をつけていた御社、リュー・ピットマンの件にしても彼がグリーン・メイスンと関係があるという確たる証拠はない。その他、その他の人物にしても同様であった。明確に犯罪組織のメンバーとして資料に名を連ねる者もいるが、彼らがグリーン・メイスンであるかどうかは未だに闇の中。今の状況下では手元にある情報が完全に信用ならないというのも無理からぬ話であった。唯一の手がかりなのにこの人たちに話を聞くこともできないなんて。今から聞いてくればいいじゃん。父さんならきっともっとうまく立ち回れたんだろうけど。警部はたくさんのことができたのに立場上できなかった。私なんかよりもずっと歯がゆさを感じていたと思います。その捜査をやめろって上から言われてるから、警察が聞き込みとかしたらダメなのか。このグリーンメイスンの関係者を割り出した資料は死刑の警部として作ったものではなく、一個人としての調査で作り上げたものです。私としてはちょっと、いえ、かなりショックでしたけど。父さんが自分の捜査内容を君たちに明かさなかったからかい。それなら私が信頼に足らなかったと思えばいいだけです。まあまあ、穴がち。私がショックだったのは、警部が警官としての立場ではグリーンメイスンの関係者たちを割り出すことができなかったということに対してですよ。ほうか、そうか。ロンドン市警の警官としてできることには限界がある。そのことを暗に示しているんだ。警部がそう考えていたとしても私はそんな風には思いたくありません。でももしも警官としての正しさを貫くことが人として正しくあることの枷になるのなら、私は決断することをためらいません。それが警部が示してくれた道ですから。ああ、そうだね。ふと朝はシャーロットに勇気づけられているという事実に気がついた。初対面の時からへきえきさせられることもあったが、彼女の心はどこまでもまっすぐだ。そのことをすでに彼にも十分すぎるほど理解できていた。そして彼女の姿勢がエドガーの生き様に近いという事実に遅まきながらアーサーは気がついていた。シャーロットの存在はアーサーを勇気づける。彼女といると自分までまっすぐでいられる気がするのだ。よし、まずはできることから始めようか。わかりました。ただ先ほど申し上げた通り、警察としては動けませんよ。広範囲に聞き込みを行うのは効率が悪いかもしれません。確かに。大丈夫だ。一番詳しそうな人に話を聞くことにしよう。今はなりふり構っていられない。誰一番詳しそうな人って。一番詳しい人ですかね。グリーンメイスに関して今一番情報を持ってるのは誰だと思う。え、誰？ちょっと待って。いや、この聞き方的に、え？アーサーの言う情報を持っている人物、それはリオ・ピットマンでも資料に名を連ねる人物たちでもない。アーサーがシャーロットってこと？もしかしてハリーか。ハリーだわ。で、俺のところに来たってわけか。初めに断っておくが、俺は喋らねえぞ。取り調べ室でシャーロットと相対した開口一番でハリーは供述を否定する姿勢を示した。ハリー先輩、拒否か。どうしてですか？もう先輩じゃねえ、うん、俺には容疑者として接しろよ、シャーロット刑事。まあ確かに。失礼、ハリー・ブラウン。
先ほどの言葉はどういう意味ですか？グリーンメイスンに関する情報を私たちに渡してもらえれば、それをもとに捜査を進めることができます。あなたの証言は有力な証拠になります。シャーロットの言い分は正論のはずだった。犯罪組織を壊滅させたいハリーにとって本来なら有益な行動になるはずのもの。しかし、バカ野郎、それができるなら最初から俺が警察を辞める必要すらなかったんだよ。俺はな、悪人に屈した警察なんかに協力するつもりはね。確かにね、まあそれはあるわな。現に今も連中からの圧力は続いてるんだろ。上層部ね。それはお前に何を話そうが無駄ってことだ。悪党に迎合する警察なんかにはな、俺は黙秘権を行使する。絶対警察なんかにはって言うってことはもうアーサー来るじゃん。アーサーとハリーが喋るじゃん。申し訳ありません、警察に話すことはないの一点張りで。気まずでもアーサーとハリー会うの。ハリーを取り調べ室に待機させたままシャーロットは一旦引き上げてきた。結局ハリーは何も喋らなかった。やっぱりそう簡単に喋ってはくれないか。僕が行こう。ですがハリーは警部の。あなたは大丈夫さ。警察官じゃない僕の方が。どういう関係なんだ。出せる可能性が高いだろう。アーサーねじ伏せたやつだからな、ハリーを。ええ、警察官から調査依頼を受けた探偵が取り調べではなく依頼の調査を行うだけなら問題ないでしょう。警察官でない人間が単独で容疑者を取り調べる、通常ありえないであろう事態だが、シャーロットは拒絶しなかった。ああ、任された。久しぶりじゃねえか。今度はお前か。あ、そうなの。誰が来ようが同じだ。同じなんだ。俺は何も喋るつもりはねえし、喋ったところで無駄だろ。俺、僕は警察じゃない。僕は警察官じゃない。父さんから個人的に依頼されて動いているだけの探偵だ。僕に知ってることを話してくれれば、たとえ警察が動けなくとも捜査をすることができる。そう思わないか。ヒントぐらいくれるんじゃないの。だから言っただろう、俺に手を貸せと。あの時お前が邪魔をしなければ全て解決してた。行き詰まったから情報をよこせた。都合のいいこと言ってんじゃねえぞ。まあ、確かに。お前と僕が違うのは相手を殺すことを良しとするかだ。グリーンメイスのトップを殺して奴らが瓦解すると巨大な組織が離散して手がつけられなくなるんじゃないか。お前が全員を殺して回るのか。それもいいが、奴らに知らしめてやるのさ。悪党どもに待ってる末路は法の裁きじゃなくて無残な死だってことをな。グリーンメイスンのトップを殺す。それで初めて奴らは思い知るんだ、悪事をするのは割に合わねえってな。このことについて話しても無駄のようだな。あ、お前と僕とは考え方がまるで違う。ああ、もうアーサーもいじけた。グリーンメイスの姿を暴き、罪をすべて明らかにする。秘密結社だろうが絶対に逃げ隠れできないと知らしめる。真実を暴く、それが僕の探偵のやり方、そして父さんの意志だ。なんか俺の選択以降お前ずっと父さんの意志って言ってんじゃん。探偵、お前に情報を託す価値が、捜査を行う資格があるっていうのか。どういう意味だ。お前は本当に探偵としてグリーンメイスンと戦っていけるのかよ。僕にはジャックがいる。戦ったから分かるだろう。グリーンメイスンはお前の母親の仇でもある、そんな組織と戦うんだ。お前は冷静でいられるのか。でもね、父親の仇であるお前と冷静に戦ったんだから。自信はない。ああ、びっくりした。けどやり遂げるつもりだ。一瞬 BGM 止まったけど BGM 変わってないじゃん。その言葉通りに自信なさげな返答を聞いたハリーは思わず苦笑いを漏らした。苦笑。おいおい、勘弁してくれよ。お前みたいなあんたものに情報を託せってか。冗談も休み休み。そうだね。さっきも言ったが僕は警察官じゃない。グリーンメイスの影響を受けない僕なら捜査を。あ、切れるんじゃない、ハリーがそろそろ。あのな、あ、確かに今はお前に対する圧力はないかもしれねえ。
だが捜査を進めれば嫌でもぶつかることになるだろう。そうなってからやっぱ無理ですと言うつもりか。お前とこれ以上話すつもりはねえよ。時間の無駄だ。まあでもハリーがやってきた経路をたどればいいんじゃないの。普通に失敗した何お前らポンコツ二人は。どっちもごめん失敗したっつってそこで集合すんだ。失敗した者同士が恥ずかしいわなんかまあただちょっと時間もいいし、まあ、カットも切り替わったからちょっとこれはねじゃあ一旦切ろうかなと思うわ。じゃああとした。